今回紹介するのは「私の外国語学習法」という本です。14のヨーロッパ系言語と中国語日本語をほとんど自国を出ることなく純粋に学習という形で身につけてしまった女性の外国語習得術25年間に16カ国語を身につけていく過程と秘訣を包み隠さず公開してくれるこの本は。 語学の習得にあたって挫折しがちな私たちを、必ず目的の外国語は身につけられるという楽天主義に感染させてくれます。通訳者、翻訳者の入門書としても公的、外国語学習の意欲をかき立ててくれる本です。多くの外国語をものにした著者の体験はとても参考になります。 著者の母国語のハンガリー語はヨーロッパ系の言語ではないのでそのノウハウは普遍的なものでしょうそのノウハウは決して変わったことではなくむしろオーソドックスなものですが言葉をものにするための王道なのでしょう中国語や日本語もかなりなレベルにまで達したようですはじめに辞書を分析するという方法が書いてありましたが どうなのでしょうか私は入門書からコリコリやる方なのでちょっと意外な方法でした意思を通じようとする意欲に関する逸話でモンゴル人と記者の中で乗り合わせて言葉を知らない状況でありながらも料理の仕方をお互いに教え合ったというのが興味深いです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。